ね、海外ドラマとか映画とか必ず出てきましたね。あのセックス・アンド・ザ・シティとかね、魔法にかけられてとかね、やっぱねちょっとね魔法みたいな感じがありますよ。だってねこんな広大な公園がいきなし代々木公園より多分だいぶでかいですよ。そんな公園が本当にこのマンハッタンの真ん中にボコンと急に現れて、みんなね多分ストレスがある生活してると思うんですよ。あのニューヨークの人ってはっきり言って本当にね、本当に私ねニューヨークって素敵だなってマジ思うんだけど、本当に犬の目に鼻がいい私からするとちょっと臭くてやりきれないぐらい臭いんですよ街が。で結構みんなこうギスギスもしてくると思うんです。ほらだからそういうところでストレスが溜まった時にポンとこの公園に来て、ひとっ走り自転車を漕いだならばもう突然なんかリフレッシュできるんじゃないのかなっていう、やっぱねバランス考えてるねニューヨークっていうのはね。いやこんな素敵なね、これ赤信号だから一応止まります。車と一緒なんですよねやっぱり自転車も。ここを交通手段で多分使ってる人ってそんなにいないのじゃないかな。レンタカーでぐるぐるしてそれでちょっとリフレッシュして、今日はちょっと曇ってるんですけれどもね、昨日なんかすごくいい天気で、水着でビーチじゃない水着で芝生で本読んでる人もいましたよ。もう本当に思い思いに過ごしていい街なんですね。さあじゃあ安全運転で行きましょう。片手運転の時点で安全じゃないって言うかもしれないけど、私今だから言えるっていうか、運転中はもう一回同じことがあったらシャレにならないなと思って言えなかったんですけれども、レンタカーを借りてフラッグスタッフというところからフェニックスっていうところに向かってる時にですね、一回捕まりまして、おまわりさんにちょっと危険運転だって言って、警告ワーニングとか言われまして、減点とかそういうのはなかったですけれども、私がこう白線をですねグニグニと車線変更するときにやってて、あいつ薬やってんじゃねえかって心配になった後ろの車両の人たちが通報したんですって、私のこと。で私は単純に道をちょっと間違えて、アメリカの車線っていうのもちょっと慣れてなかったものでねやっちゃったっていうだけなんですけれども、そんなわけで一回捕まったもんですから、そこからすごく誰が私のこと通報してくるか分かんないぞ、みんな敵なんじゃねえかとか思ってすごく警戒するようになりました。馬ですね、かわいい。それからすごく安全運転を心からかけている私です。いやー馬いい子だね、馬いい子だね、本当に馬ってかわいいですよね。いやどうでしたか今日は、ぐるぐるができない代わりにこのドライブルートでお楽しみいただきました。皆さんもちょっとカメラ用意したかもしれませんけれどもね、ちょっとこのマンハッタンの雰囲気っていうのがね少し掴んでいただけたんじゃないかと思います。ほらいきなしイケメンがおもむろに T シャツを脱いでマラソンしたりなんかして、思わずこう隠し撮っちゃったりなんかしてね、好みのイケメンじゃなかったですねでもね私のね、そんなことはどうでもいいですね。さあそれでは皆さんまた今度はまたぐるぐるじゃないかもしれない、こんな形かもしれませんけどもね、もう開き直ってやりますよ。それじゃあまたブログでお会いできたら来週ってことで、来週は多分ヨーロッパに行ってると思います。バイバイ。あ、バイ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 。